しんのすけとシロの不思議な旅が始まる。しんのすけ、しんのすけ。ひろしの故郷にやってきたしんのすけと野原一家。ここは秋田じゃよ。ひろしの出張についてきたんだべ。うわぁ、そうだったぞ。で、じいちゃん、今日は何して遊ぶの？小さな大曲がらない村での楽しい生活が始まります。お下がりの虫網で昆虫採集したり、隠れた穴場で魚釣りをしたり、いろりを囲んでご飯を食べたら、縁側でじいちゃんの不思議な話を聞きます。ある日、不思議な電車に乗ってみると、ちょっと懐かしい不思議な街に着きました。次の計画を実行してくれ。謎めいた背中が見下ろすこの街は、人が集まり、人に癒される、とても人懐っこい街でした。あの風が吹くまでは。今は姿が見えない。爆速マシンさん、もっと近くでお見せなさい。シロ、ムタメチンチンカイカイ。クレヨンしんちゃん、炭の町のシロ。